こんにちは、ペガちゃんです。イダズマイレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はエキシビションでやっていきましょう。今回なんですけれども、どちらともオリジナルチームでやっていきます。こちらがですね、ラスボス、そして対戦相手がバージョン別、これでやっていきたいと思います。はい、ということでフォーメーションこんな感じでやっていきたいと思います。今回なんですけれども、ラスボスとバージョン別裏ボス、どっちが強いのということでございまして、稲妻イレブンってゲームクリア後にバージョン別の裏ボスがいるじゃないですか。あいつらめちゃめちゃ強いじゃないですか。だからワンちゃんこれラスボスよりも強いかもしれんなと思って、ちょっと今回はっきりさせようかなと思って、今回ラスボス選抜とバージョン別裏ボス選抜、この2チームを対決させていきたいと思います。ということで、ラスボスイレブンこんな感じでございます。稲妻イレブン1からゼウス。稲妻イレブン2は、これ、ジェネシスじゃなくて、ラスボスって言ったらダークエンペラーズなので、ダークエンペラーズ。そして稲妻イレブン3は、リトルギガント。5は、ドラゴンリンク。そしてギリギリこのイナストに入ってた、ザ・ラグーンの猿でございます。こちらの16人でやっていきたいと思います。対するバージョン別裏ボスこんな感じでございます。まあ、稲妻イレブン1はね、バージョン別裏ボスがなかったので省略して、稲妻イレブン2から、ダイヤモンドダストと、プロミネンス。稲妻イレブン3は天空の人と魔界軍団 Z。 GO からはアンリミテッドシャイニングとエンシャントダーク。 GO2 はね、イナスト収録されてないんで、まあ、ここまでで、前半は、ラスボスイレブン操作して、後半はバージョン別裏ボスやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ゴッドエデンスタジアムです。試合開始だ。試合開始だ。さあ、ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ラスボスイレブンは、リトルギガントのユニフォーム。バージョン別の方は、まあ、カオスの方がっぽいかなと思ったんですけど、最近カオスネタ多いんで、ちょっとゼロのユニフォームでやらせていただけたらと思っております。バージョン別裏ボスのゴールキーパーが、ザゴベルと、いったところで、さあどう破っていくかというところなんですけれども、 OK、 マロン。クリマツマロンコンビのこのセンターバック2人でございます。そしてオッケー、いいぞ。ロココが駆け上がって溜めています。 X ブラストお見舞いしようかなと思います。さあ行くぞ。さあ X ブラスト、どうだこれは。いやー厳しいですね。さすがめっちゃ似合ってるゼロのゴールキーパーにホーム。これバーンが溜めています。まずいまずいまずい。これ多分ね、ファイアーブリザードが来るんですよ。うわー、さあキングファイヤー、お互い似合ってるユニフォームが。さあ猿ですね。猿はね、化身技だから決まるんじゃないかなとも思いつつも、いきます。これはいった。見せてあげるよ、超魔人エバース。モータルスマッシュ。さあモータルスマッシュ、どうだ。これ止められるときつい。ちょっと待って、今これ結構格付けされたんじゃないか。あれ止められるの厳しいね。もうどうやって点取ればいいか分かんなくなってきた。これで、あ、風丸いけるな、これ。ちょっと待って。ダークフェニックスならこれワンチャン破れるんちゃう？オッケーオッケーオッケー、こっちは空いてる。オッケーオッケーオッケー。足、風丸、おい、何そのドリブル。終わってる今のドリブル。終わってない今の。なかなか終わってるドリブルしなかった。ブラックアッシュ。なんか正直点取られる気はあんまりしない。スキリングカット。さあクリマツのこのディフェンスで多分この威力もちょっと抑えてキングファイヤー。キングファイヤー、ちょっと待って、これ前半0点説濃厚です。これもうロココで行くしかないな。自分の力を理解していないよ。はい頼む。
ょっと単身で破れる気がしねえんだよな。ちょっと強すぎるこれ。私が大監督ワンダバ様でよ。来ないでしょ。あ、押せた。はい、前半0-0です。まさかのタル決まんなかったの痛いなこれ。まあちょっと後半ね、バージョン別選抜で、この千宮寺破れるかに挑戦したいと思います。さあ後半戦、さあ後半やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ相手のキングファイヤー破れるかどうか。いきなりこれ白竜溜まってますので、初っ端いきますか。初っ端やりましょう。さあ来い、いきます。さあどうだ。まあ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 、これはそうよ、これはそう。これより強いシュート技このゲームないんで。はい、まあ、化身アームとかあるかもしれないけど、やっぱ合体化身が一番強いはずなんだよこのゲームって。さあ溜めてますね。ただこれ止めれることは立証済みです。さあこれシュート6 OK。うわ、まあまあまあ、これはね。で、ハイボルテージ。やらせねえ。ハイボルテージ。ハイボルテージで、しっかりと。ちょっとこれね、次切れたタイミングで、オーガ3人終了かなと。お、ちょっとまずいね、これ。ちょっとこれまずいね。ちょっとこれまずいね。チルビトマストにしろ。まずい。あ、まずい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 、これまずい、これまずいわ。見せてあげるよ。超魔人エバーツ。モータルスマッシュ。これまずい、シュートロック、ああ入んだよな。ハイボルテージ頼む頼む、ザゴベル。やらせねえ。ハイボルテージ強えわ、バケモンだわマジで。ちょっとこれ出しますかボール。ちょっと俺の手でデスブリッキ久々にしたい。さあここで選手交代です。オッケー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 、しっかりとボール奪ってシュートすら打たせるな。あとはこれバーダップがたまるかどうかだな。デスタはたまるんじゃない。デスタね、これね、シャドウレイをちょっと打ちたいとこなんですけど、シャドウレイ打つかこれ。さあここら辺で大暴れして来い。全員が来てシャドウレイ。さあシャドウレイ、千宮寺の髪すごいなってけど。いやー強い、強いな、やっぱ千宮寺ヤマトン。いやヤマトン行きましょうか。俺たちの恐怖その身で知れ、その身で知れ。さあこれ来い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 、俺がデスブレイクを打つんじゃ。さあデスブレイク頼む。まあ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 、まあ、決まんないのは分かってるけど、いつも苦しめられてる技を打つというこの気持ち。ちょっと待ってね。うん、 X ブラスト、これもね、ハイボルテージが待ってますよ。すべてこのザゴメルで受け止める。いや安心感。いやーこれはもう決まったでしょ、もう決まったでしょ。試合はすべてが決まる。試合終わり。もう味方のザゴメルよ、もうそれに尽きる。ラスボスとかバージョン別のボスが強いとかじゃなくて、ザゴベルが強い。
まだ諦め